どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットモンバーホテルのウィークオブワンダーズ、こちらね年に1回のねキャンペーンなんですけども、2022年もですねこのキャンペーン来まして、本日ね情報解禁が行われましたので、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、公式サイトねこんな感じになっておりまして、ウィークオブワンダーズ発見の1週間ということで、旅への憧れを解き放しましょうということで、今回のねウィークオブワンダーズは、全部でね一応6個に分かれているみたいで、まぁ、ちょっとね1個ずつ見ていきたいなと思うんですけども、まず1つ目がアドベンチャーの発見ということで、こちらねあの内容を見ていくとね、前回こちらの動画でね解説させていただいた内容はねおさらいで書いてある感じですかね。で2つ目バケーションへの近道ということで、今回ね、マリオットボンボイポイントの購入キャンペーンですね、 50% 増量キャンペーンということでこちら来ております。ちょっとね単価とかねそういうのはまた違う動画にしようかなっていうふうに思っておりますので、1ポイントいくらみたいなね、今ちょっと円安なね部分もありますんで、めちゃくちゃお得、まああのマイルとかでね使うんだったらいいと思うんですけども、まあ普通にホテルで使うんだったらね結構不利になるかななんていうふうに思いますけども、一応ね別の動画で出そうかなと思います。で3つ目ですね、行ってみたいと思ったあの街を訪ねてみませんかということで、今回のね目玉はこちらになりますかね、ポイント宿泊 15% オフキャンペーンということで、こちらねちょっと後で詳しく見ていきたいと思います。で次にですね、マリオットボンボイモーメンツということで、まあこれはね定期的にやられているものなんですけども、このマリオットボンボイポイントをね使って体験をねあの利用できるみたいな、まあそういったサービスなんですけども、まあこれもね、開催されておりますと。でもう一個ね注目しているのがありまして、マリオットボンボイの、マリオットにはですね、ホーム&ビラ by マリオットインターナショナルっていうね、まあこれマリオットボンボイホテルじゃなくて、これ何なんだろうな、ちょっとまだね私もここあんまりね詳しく調べてないので、ちょっとこの動画をあの撮り終わったらね詳しく見たいなと思ってるんですけども、はい、ということでちょっとね動画を撮った後にですね調べさせていただきました。ちょっとねデクスクの方にも確認を取りまして、このねホーム&ビラバイマリオットインターナショナルで、宿泊実績2倍ポイント2倍のキャンペーンなんですけども、こちらね公式サイトがこんな感じになっておりまして、これクリックするとですね、このホーム&ビラのキャンペーンに行くんですよね。でここにねあの規約とかがね載っておりまして、こちらね、見ていただくとこういった感じのね、規約が見ることができます。でこちらですね、当初ねあの動画を撮った時にまだ調べてなくて、ちょっと調べてね結局わからない部分もありましたんで、デスクの方にね確認を取らせていただいたんですけども、10月の16日から10月の15日までの間にこちら予約していただいて、2023年の4月の30日までね宿泊していただく、で5泊以上利用していただくとですね、こちら宿泊実績2倍ポイント2倍のねキャンペーンが適用されるっていった形になります。でこれでもらえるポイントもマリオットボンボイポイントですし、宿泊実績もマリオットボンボイのね宿泊実績がもらえるっていうねマリオットの回答をいただきましたので、こちらね結構いいキャンペーンではないのかなっていうふうに思います。で検索画面行くとですねこんな感じになっておりまして、どこにするかと、まあ、日付ねあの選んでいただくんですけども、でこのねホーム&ビラの、ホテルとまたそれ以外のねあのホテルがありまして、これね両方とも今回のこのキャンペーンね対象っていう風になりますんで、こちら検索していただくとですね、普通に日本のねあの家みたいなアパートがね出てくるんですよね。一番安いところですね、5泊ねちょっと検索させていただいたんですけども、これね検索するとですね広島のねホテルじゃない、アパートがね出てきまして、まあ、今回のキャンペーンは5泊以上ねしていただくと宿泊実績2倍ポイント2倍のキャンペーンっていう風になりますんで、まあ、5泊はねしなきゃいけないんですけども、こちらねちょっと画像を出しておきますけども、まあこういった感じでですね、日本の広島でワンベッドルーム6人までね利用することができて、こちらね5日間で、だいたいね330ドル、こちら清掃料金みたいなのが、まあ、40ドル加算されてだいたい370ドルでね利用することができるっていった形になります。こちらね今の為替のレートでだいたい5万4000円ぐらいなんで、まあ、これを考慮するとですね、まあ、5万4000円で5泊分で、今回のキャンペーンで2倍のね宿泊実績がいただけるっていう風になりますんで、10宿泊実績はね5万4000円で、購入することができるっていう風になりますんで、まあ、これね結構いいんじゃないですかね。はい、まあ、ちょっとね、まあ、アパートなんで、あのマリオットボンボイのねステータスを持っていてもですね、別に朝食がつくとかそういうのはね何にもありませんので、まあ
そういったね、ものは利用できないですけども、宿泊料金自体はですね、結構安めにね、抑えることができるかな、なんていうふうに思いますので、今年ね、マリオットボンボイのステータス修行とかね、されたい方はですね、まあこちら利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。今回私がね、説明させていただいた内容もですね、マリオットボンボイのね、デスクに確認取らせていただきましたので、まあこのキャンペーンですね、5泊以上利用していただければですね、特にエントリーとかもいりませんので、5泊以上利用していただければ宿泊実績2倍、ポイント2倍でね、利用することができるっていった形になります。ちょっとね、動画を撮り終わった後にね、この部分で追加にいたしましたので、ちょっとね、前の動画に戻っていただければなと思います。で、もう一個はですね、マリオットボンボイの、サイトにですね、ツアー&アクティビティーズっていうね、まあ、サイトがあるんですよね。まあ、これを、利用していただく、まあ、アクティビティですね。の、予約を利用していただくと、こちらでね、ダブルポイントを獲得することができるキャンペーンっていう風になります。全部で、6個ですね、今回ウィークオブワンダーで、キャンペーンがね、開始になったっていった形になります。ではですね、今回のね、メインになるかななんていう風に思うのは、やはりマリオットボンボイホテルの、ポイント宿泊 15% オフキャンペーンということで、今回のこのウィークオブワンダーっていうのは、1週間のキャンペーンなんですよね。ですので、10月の6日、今日からですね、2022年の10月の13日、まあ、こちらまでにですね、利用していただく、まあ、予約をね、していただく、まあ、キャンペーンっていう風になってまして、今回ね、このポイント予約に関しても、10月の6日から10月の13日までにね、予約していただくと、15% オフでね、利用することができます。で、宿泊期間なんですけども、2022年の10月の6日から2022年の10月の31日までっていう風になりますんで、この10月いっぱいで利用していただく、まあ、そうすると 15% オフでね、利用することができますよっていうね、キャンペーンになります。でですね、ちょっと実際に私もね、ポチポチね、ホテルを調べさせていただいたんですけども、まずね、こちらが東京エディションホテルですね。もともとね、このホテルは、カテゴリー8のホテルだったので、前までは7万ポイントから10万ポイントね、宿泊することができてたわけなんですけども、まあこういった感じで10月いっぱいはですね、8万ポイントから9万7000ポイントっていう感じですかね。まあそこまで下がってるっていう印象は東京エディションホテルではちょっとなさそうですね。次ね、こちらプリンスギャラリー清井町なんですけども、こちらもともとね、カテゴリー8で7万ポイントから10万ポイントで宿泊できる、ホテルだったわけなんですけども、まあこちらね、ほとんど利用することができないので、今ね、ポイント予約をかなり絞ってる感じなんですかね。で、次、こちらね、リッツカールトン東京ですけども、リッツカールトン東京だと、だいたい今日だとね、7万9000ポイントとかでね、利用することができるんですけども、こちらもね、非常に下がってるかって言われると、まあ、そうでもなさそうですね。まあ、8万ちょっとでね、8万、明日とか8万500ポイントで宿泊したりできるんですけども、まあ、そこまでね、下がってる印象はないですかね。次にリッツカールトン大阪です。こちらだと5万8000ポイントから、6万3000ポイント。はい、こんな感じになっておりますね。で、次にセントレージス大阪。こちらも5万8000から6万3000とか、6万9000。まあそこまで下がってる印象っていうのはあんまりないですかね。もうね、キャンペーンはね、もう開始になってるんで、もうちょっとガツッと下がるかななんていうふうに思ってたんですけども、そこまででもないですよね。次に三井京都ですね。これがね、今回のキャンペーンで、ウィークオブワンダーでね、ちょっとポチポチ調べさせていただいたんですけども、ズバ抜けてここだけポイント宿泊ね、なんか、エラーなんですかみたいな感じで下がっておりますね。ここももともとね、カテゴリー8のね、ホテルだったんで、1泊7万から10万ポイントで宿泊することができるホテルだったんですけども、やばいですよね。はい、6万5千とか。はい、最安で出ておりますんで、今回のウィークオブワンダーね、もしかしたらまだね、システム的に私が見て、これ、10月6日の13時にね、更新されたものっていう風になりますんで、これからまだ下がっていく可能性もね、あるかななんていう風に思いますので、皆さんね、この動画を見られたらですね、まあ三井京都ね、かなり下がっておりますけども、その以外のね、ホテルでも、まあ高級ホテルね、10月いっぱいのね、ポイント宿泊ね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。この三井京都はね、かなりいいんじゃないでしょうか。まあちょっとね、土日はちょっと上がっておりますけども、一番安いところ6万5600ポイントとかで泊まれますんで、多分ここ現金で宿
宿泊したら多分10万超えると思いますんでね、これはねかなりいいんじゃないのかなと思います。ぜひねこちらも宿泊されてみたい方はですね、ぜひ早めにね予約するようにしてください。で次にリッツカールトン京都ですね。ここも、もともとカテゴリー8のホテルだったんですけども、まあ、8万、7万から10万なんでそんなに下がってないですかね。でリッツカールトン日光、こちらもですね、まあちょっと下がってる日があるかなぐらいで、まあリッツカールトン日光自体ねポイント宿泊の枠が少ないんでね、まあこういった形になっておりますね。で次にリッツカールトン沖縄ですね。でこちらも、7万ポイントから10万ポイントだと思うんですけども、もともとね、そこまで下がってないかな。なんか11月入ってからもね、あの8万2000とかあるんで、っていうところですね。今現時点ではですね、そんなに下がってないですかね。ということで、今回ね、ウィークオブワンダーで、まあ今のところね、すごい下がってるのが顕著に見れてるのは、三井京都っていう風になりますんで、まあもしかしたらね、これからどんどん下がっていくのかもしれませんので、まあ、もしね、あのポイント宿泊されたい方はですね、まあ、こまめにね、見ていっていただいて、まあ多分ね、あの、もし他のホテル、公共ホテルでね、ポイントが一気に下がって、まあ話題になるとね、速攻予約埋まっていくかなっていうふうに思いますので、ぜひね、ちょこちょこチェックして、あのね、ポイント宿泊ね、見ていただければなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボホテルのウィークオブワンダーのね、キャンペーン解説させていただきましたけども、やはりね、今回ちょっとポイント泊に関しては、ちょっと渋いですよね。昨年私ね、リッツカールトン東京ね、宿泊させていただいたんですよね。で、その時ね、7万ポイントとかで宿泊させていただいて、その7万ポイントも土日とかでね、利用できたんで、多分これから下がるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、利用される予定ある方ね、特に高級ホテルね、リッツカールトン東京とか京都とかスイランとかね、まあ、そういったホテルでですね利用されたい方はですね、ぜひねこまめにチェックねしていただければなと思います。先ほど見せたねこちらのこんな感じにね多分なると思うんですよね。まあ私の予想になりますけども、去年ねこんな感じでポイントセーバーとかねたくさん見て、わすごいすごいすごいみたいな感じになったのをね結構覚えておりますんで、多分これから下がっていく、もしくは今年はめちゃくちゃ渋いのか、まあちょっとどっちかかなっていうところですね。はい、ということで今回ですねちょっと簡単な動画になりましたけども、マリオットボンボホテルのねウィークオブワンダー解説ねさせていただきました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。